こんにちは、ウキです。今回の動画は先日アップしましたヘッドライト用 H4LED のレビューをしましたが、個人的にすごく気に入った製品だったので、今度は同じメーカーのホグランプ H3LED を装着するために、その内容を皆様にお伝えできればと思います。ヘッドライトを LED に交換すると、交換していないホグランプの色温度が低すぎてバランス的に合わないのと、前照灯と同様にもう少し明るくしたいのが目的です。では早速内容物を確認しまして、実際に装着しハロゲン球と比較をしてみて、最後感想をお伝えできればと思います。はい、では早速中身を見ていきたいと思います。箱はこのような感じになってますね。今回は H3 を購入しました。型番 H3 でこのような感じになっています。商品に品質的な問題があった場合は出品者側にご連絡くださいと書かれています。2個セットで1年保証付きですね。はい、内容物はまずこの六角のレンチとネジですね。そして結束バンドが2つと日本語の取扱説明書になっています。はい、このような感じになっていますね。はい、交換の様子も全て出ています。はい、中身を箱から取り出しましたらこのような感じです。まずこちらが安定化回路の部分ですね。 DC12V か 24V、 型が4000ルーメンと書かれています。そしてこちらが端子の部分ですね。はい、で本体側ヘッドライト側の部分がこのような感じですね。3つの LED が埋め込まれていますね。はい、このような感じとなっています。反対側も埋め込まれていますね。そしてファンレスですが、大きなヒートシンクがついています。ここは、緩むんですね。このような感じで外れるようにもなっています。完全に外すとこのような感じですね。お、長い。はい、そしてこの両面テープをここに貼って、どこかにボディのどこかに貼り付けるでしょうね。このような感じとなっています。はい、では早速取り付けに移りたいと思います。はい、では早速作業を始めたいと思います。はい、見えてきましたね。これですよ。回して抜く玉が、取れた。はい、標準の玉。はい、外れました。こんな感じになってますね。ここ抜きます。はい、抜けました。はい、では穴の部分を見えにくいんで写真撮ってみます。よし、写真撮れた。このような感じですね。はい、では差し込んでいきます。はい、まず作業がしやすいようにここを外します。はい、抜けました。はい、ヒートシンクも外します。このヒートシンクは外れるのいいですね。はい、外れました。では装着します。よし、ヒートシンクをつけます。よし、よし、では血栓をしたいと思います。こっちがプラス、赤い方、奥の方ですね。よっ、こっちを、こっち、よし。はい、しっかり刺さりました。こんな感じですね。よし、ここだけ結束バンドで軽く留めとけましょうかね。はい、留めときました。いいでしょう。ちょっとじゃあ点灯チェックしたいと思います。おお、ついてますね。明るさが、今昼間なんでわからないですけど、明るいような気がする。色温度が全く違いますね。右の従来のフィラメントは多分3200ケルビンぐらいなんですよね。こっち6000ぐらいありますからね。はい、点灯チェックは OK です。
はい、無事に装着できました様子をご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。個人的には改めてファンレスであることと、冷却フィラメントが装着時に外すことができるのは、大変作業性が良いなと感じました。自身は FM トランスミッターを普段から使用するので、ノイズがないのも良いです。色温度も全焼と地方 LED と同じになり、見た目も気に入りました。メーカーサポートもしっかりしている会社なので、何があった時でも安心できますから、気になった視聴者様は、この動画のリンク先もぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。